ナンバージャックに委託を持っていきます。赤、おー、赤目プラス赤いフォルムの子、自然界の大クマに近いようなフォルムかもしれない。スタンで4ペアぐらいいるかな。赤目の子見えるかな。あー見えますね。の150ミリ台、もうオスもメスも餌食べ始めてるね。攻撃力全振りソードみたいな。50人ぐらい、めちゃくちゃ狙ってるやん。はい、どうもこんにちは、みのりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが骨のずいくんです。いいずいです。あ、いずいか、ずい違いだ。いえいえ、ずい違いってなんだよ。あの脊髄に、うん、とかのそのずいが何笑ってんすか。確かにな、今日の名前間違えといてヘラヘラしてね。申し訳ねえ。伸びてる。麺じゃないんだからな。いえ、麺は伸ばしたらダメ、麺は麺でもごめんのやつだもんな、今はな。ああ。ああ、じゃあ笑いすぎ笑いすぎ。いや、笑ってはないですよ。なんかイズイだとちょっとごっちゃになる要素が多すぎるから、なんか下の名前とかキャッチーなやつがあったらそっちの方が覚えやすいかもしれない。あるわい。あるあるでしょうか。え、下の名前キャッチーだったりする？下の名前めちゃくちゃキャッチーだ。え、嘘、なんていうの下の名前。うん、ゴンタって言います。お前ゴンタっていうの、ね、知ってるはずなんだから。てかもう今後ゴンタって呼んでいけばそれで馴染むかもしれない。じゃあそれでお願いします。うん、だからゴンタでいきます。いや、お願いします。イズイゴンタイ、イズイ伝説作ってよ。はい、はい、ということで今日も始まりましたけども、はい、今日は、まあ、立ちの姿勢で、まあ、うん、普段と違う格好というところでね、はい、なってきますと、うん、もうあれしかございません。あれですね。何でしょう。味噌ラーメン作る。いや、なんでだよ。今流行ってるじゃないですか。いや、流行ってるというか、うん、ヒカキンさんがね、インスタント麺で作って、はい、YouTuber のヒカルさんが、はい、店舗で出してね、はい、あるけども、うん、いや、対抗できるわけないって。我々もないから。そんなん、俺らはもう一生懸命食うだけだったら味噌作るしかねえだろ。いや、違う違う、そう、勝手に作って申し訳ない。俺はそこには乗れないわ。わかりました、うん、いや、俺ラーメン好きだけどどっちかっていうと豚骨派だからね。あ、僕もです。おい、一緒なんかい。いや、味噌派じゃないか。細麺がいいっすよね。あー、そう、まあ俺九州やっぱ西の方だからね。いや、僕もびっくりしました、東京来て、うん、麺太すぎて。麺太いね。だからさ、うん、こっちって結構つけ麺主流じゃない。あ、まあ、なのかもしれないです。そう、つけ麺がすげえ多いから。まあ美味しいけどさ。まあ美味しいけど、やっぱあの細麺に、細麺がいいっすよね。そう、あのね、匂いのきついスープ、うん、あれがたまんないからね。はい、うん、いや、じゃなくて。いや、そうですよ。ちょっと伸びてるから。ああ、本当に今日何テーマ、今日のテーマ。なんかさっきも聞いたもんな。うん、既視感あったけど。違います。はい、味噌ラーメンは食べます。あ、はい、はい、撮影後に食べます。いやいや、別に、はい、そんな決めんでもいいけど。今日、はい、ランバージャックに委託を持っていきます。おお、はい、基本的に毎月やらせていただいてる、うん、委託に出させてもらうという、はい、僕ん家で羽化してきた子たちで、まあ、類代しない子たちっていうのを、ランバージャックに委託に出させてもらうということで、うん、はい、まあ基本毎月やらせてもらって、もうかれこれ3年ぐらいなのかな。うん、もうだから言ったら36ヶ月連続で出させてもらってるみたいな状態かもしれない。そう、途切れたことないんだ。まあ、途切れたことはあるけど。あ、あるんだ。うん、そう、ありはするけど、うん、まあでも間で挟んじゃえばなんか連休が休みになっちゃう。いやいや、違う、その有給みたいなシステムじゃないから。あれだけど、はい、まあでもランバージャックに出させてもらえるおかげで、うん、まあ、視聴者の方が購入、欲しい生態購入できたりとか、ランバー来た方が購入できたりっていうのもあるし、うん、まあ、そのおかげで僕も用品代だったり他の生態の購入する資金として当てられるという、うん、すごいありがたいウィンウィンの関係で、でランバー自体もね、まあ、それで視聴者の方が来てくださったりとかで、すごい、まあ、感謝しているという声をたまに聞くんで、はい、まあまあまあ、そうだから、まあそのおかげで、だから視聴者の方とかが来てくださるおかげで、こう継続して出させてもらえてるっていう現状なんですけど、うん、今月も無事に出させてもらえるということで、はい、はい、ここでまず生態、持っていく生態を紹介して、うん、ランバーに行こうかなと思いますんで、はい、はい、じゃあ早速紹介していきましょう。うん、はい、の前に、なんか久しぶりだよこれ、なんか1年ぶり感あるよな、そのあんまり触れたくないけど。え、ない。めっちゃ新戸建て思い出しました。いや、そうだよ。この俺も
これ来て鏡見た時に、はい、うわ新戸建てだと思って、いやーなんか、うん、なんかちょうど1年経ったんだろうなって感じたよね、はい、マジそうっすね。そうそうそう、はい、それちょっともやっとしてたから行く前にちょっと消化させてもらったんですけど、そう、もう多分この服装を着出してから1年経ちました、はい、というところでね、はいはい、無事に僕らのモヤモヤが解けたところで、うん、ちょっとコアな視聴者の方もちょっとモヤモヤしてる部分あったかもしれないから一応触れさせてもらったんですけど、そうかなそんなことないかな、意外とかない、はい、まあ早速紹介していきましょう、はい、今回ね、まあ、数で言うと今までよりかはそんなこうたくさんっていうわけじゃないかな、うん、その一通りうち、で羽化してきた子たちっていうのも落ち着き出したんで、はい、うん、だからまあただ種類で言うと久しぶりな子とかもいるかもしれない、うん、って感じになるんで、もう順にサクサクとという感じになるんですけども出していきましょう、はい、まずはもうおなじみですが、うん、はい、こちら虹色クワガタ、はい、はい、これノーマルかな、ノーマルですね、通常カラーの虹色、やっぱこの光沢感綺麗なね、うん、で体も強いし寿命も長いし、うんうん、すごい人気なクワガタで、産卵剤も必要なしで産んでくれるから、うん、繁殖もしやすい、いいとこしかない、ね、そう、いいとこしかない、そうだから恐れる部分は繁殖しすぎるっていう部分ね、だからそこの覚悟も必要っていう、これね 62mm とかでちょっと大きめだから若干値段が高いんだけど、虹色自体は数点出させてもらえるんで、うんうん、なんで、まあ、そこサイズによって値段もお手頃な子もいるから、はい、よかったら検討してみてください、はい、でもう1点虹色なんですけど、またちょっと色が違う子、そう、虹色はやっぱ色彩変化がね美しいんで、これね映像で伝わるか分かんないんだけど、赤、あーでも赤出てますね、そう、すごい綺麗に出てる赤の子、うん、これも 63mm のちょっとでかい子だね、おーでかっ、伝わるんじゃないですか、伝わる赤い感じ、はい、あーでも伝わるか、うん、あー綺麗だね、そう、すごい綺麗な赤、まだもどんどんもっと赤い子も出てくるかもしれないけど、はい、この子はまあでかくて赤みが綺麗な子、はい、そしてもう一点ね、虹色もう一色になるのかな、まさか、あ、わかった、そんなバカ、え、何色だと思う、山吹色、いや珍しい令和になって初めて聞いたわ山吹色、あの悟空の道着の色あ、そう、あれ ああいう感じの色、 ああいうのも山吹色、山吹色って知らなかったな何色だろうと思ったけど全然違います、あ、帰ってほしいです、あ、わかりましたいや、わかりましたなんでみんな帰ろうとすんだよ具志堅にも言ったけどさ、具志堅もあ、お疲れ様でしたって言ったから帰りたいんかい話しさあったけど、いやいやいや、もうちょっと、もうちょっと撮っててね、はい、紫です、はい、はい、こちら、おお、これはもう 55mm 台って感じかな、全然違うな、さっき、うん、そう、だから並べたらね、よりね、違いが分かると思うんだけど、そう、これも紫、まあ、ちょっとどことなく緑感も見えるかな、うん、あー、確かに、まあ、でもすごいね、そう、いや、いい、こんなに色が変わる、そう、で、他の色とかもいたりするからね、はい、僕んちはこの、でも基本緑、赤、ノーマル、紫の4種類が多いかな、はい、っていう感じで、だからまあ、もしかしたら今回はいないけどナンバーの方にはもしかしたら緑もいるかもしれないんで、はい、ぜひこう、スタッフさんに確認、うん、許可もらってちょっとこう、いろんな色を見てほしいですね、はい、はい、さあ、そして、次、2種類目、はい、これちょっとオスタンになるんですけど、うん、こちら、サタンオオカブトのオス、もう餌食べ始めてる子、これは 103mm になるけど、まあ、大体 90mm から 100mm ぐらいの子、うん、おい、オスタンで4ペアぐらいいるかなって感じで、もこの子は餌食べ始めてるけど休眠中の子もいる、はいはい、ちょっともうメスも全員羽化してきて、もうペアでヤフオクで出させてもらったりとかしたんで、ちょっとオスタンのみになっちゃうんだけど、うんうん、まあ、観賞用としてまだ最近餌食べ始めたばっかですごい元気な子だから、はい、ぜひぜひ、まあ、メス持ってる方とか、うん、サタン飼育してみたいっていう方検討してみてください、はい、お願いします、お願いします、そう、産卵セットとか組むわけじゃないんだったら別に多分25度ぐらいでも問題ないと思うんで、うん、うん、まあ、一応ね、高山種として22度ぐらいがいいとされてる種類ではあるんだけど、さあ、そして次、はい、次ももう夏のおなじみの海外種、はい、はい、こちら大王ひらた、大王ひらた、はい、顎がね、ぐっと湾曲がすごくて地面にね、つくかのような、うん、下にこう向くから顎開いた時の迫力がすごい、これは 80mm ぐらいかな、そう、85mm 超えてくるとすごい立派なんだけど、そう、だからまあ、海外のヒラタとかやったことない人とかにはおすすめ、うん、
のかっこいい種類。これも何ペアぐらいかな。多分もう一通り羽化してきたって感じです。はい、おー、じゃあチャンスじゃん。そうね。だからまあ野外個体とかもランバーいるかもしれないし、うん、そことまあお気に入りの子がを見つけて検討してみてほしいですね。はい。そして次が、これもオスタン。オスタンになっちゃうんですけど、これも餌食べ始めてる子。はい。ちょっと土が。うわ。つきまくってるんだけど、あ、羽出ちゃってるね。正解。多分ここで飛んで羽が今しまえてないんだけど、はい、これがジャワコーカサス。おお。の100ミリぐらいかな。そう、立派な子。そう、これもまた飛ぶときにまた戻るとは思うけど、そう、もうしっかり餌も食べちゃってるね。そう、これもオスタン。はい。で、もしかしたら野外個体のメスとかがランバーに置いてるかもしれないから、うん、まあそういうこと。合わせてでも購入してもらえたら嬉しいかな。なるほど。はい。で、まあもちろん鑑賞用として、はい、このオスのみでもいいし、うん、ぜひぜひお願いします。お願いします。さあ、そして、あ、ここも前回からちょくちょく出てるかな。おお、こちらヒルティコルニス。ヒルティコルニス。そう、これ中国のクワガタ。これは 48mm、 まあ 45mm ちょいって感じの子で、この先端にねギザギザが密集してるような感じで、そう、かっこいいクワガタ。そう、これランバーで去年購入して、その子がタラの子って感じ。うん、ちっちゃいけどたくましい。そう、たくましさもあるよね。はい。そう、これ去年、先月も出させてもらったかもしれないけど、はい、うん、これもマット片爪で産卵簡単にしてくれる子になるから、うん、飼育もすごいしやすかったかな。おお。そう、これもまあ何ペアかいると思うんで、うん、はい、で、ちょっとやっぱサイズ感とかで形状変わったりとかするから、うん、そのお気に入りの子を探してみてください。お願いします。さあ、そして、こちら、これも前回もいたかな。うん。あ、何やったっけ。あ、わかる。いや、何やったっけ。でも、背中が山吹色だから山吹色好きだなみたいな。めちゃくちゃ好きじゃん。でも、なんだっけ、名付けた人。名付けた人、違いますよ。え、でも、忘れちゃった。あ、レニノコギリ。レニノコギリ。レニノコギリクワガタ。おー、これも中国のノコギリクワガタで、まあもう背中の色味がすごい綺麗な子なんだけど、はい、これね、僕は結局見たことないけど、この背中の色味がこう山吹色の感じじゃなくて、はい、黒の子とか、あ、そういう子もいる。いたりするらしい。そう、これもう顎の感じがね、顎の形状が、はい、なんか攻撃力全振りソードみたいな感じの顎になってて、すごい中二病心くすぐるフォルムの子で、飼育もしやすいかな。マットだけで飼育しやすい、ね、うん、たくさん産んでくれたから、はい、今後もちょくちょく羽化してきそうなんで、うん、まあ、まだもしかしたら先月出した子もいるかもしれないから、うん、まあ、サイズ感とかで値段違ったりとかもあるんで、自分のお財布事情に合う子を探してみてください。はい。こちらもお願いします。お願いします。さあ、そして、あ、ここかな、まあおなじみ、うん、はい、こちら、はい、国産オクワの赤目ですね。見えるかな。栃木の日本のオクワガタ、うん、赤目のオスメスペアって感じの子だね、はい、サイズはそんなに60mm台、69mm って感じで、まあいわゆる、でもやっぱ自然界のオオクワに近いようなフォルムかもしれない。俺もそんなちゃんと見たことないからあれだけど、そう、顎もスラッとして、はい、うん、かっこいい子だね、うん、そう、まあうちで言うと、まあちょい大きめの子って感じかな、うん、サイズってよりはもう赤目っていう部分の子になるから、大きくても今んとこ 75mm ぐらいの子になってるかな、うちで言うと、はい、うん、まあでも全然 80mm とかいったらまた迫力も変わると思うから、うん、でまあ飼育もしやすいんで、はい、こちらもまあ何ペアかもしかしたらいるかもしれない。今回は1ペアだけなんですけど、うん、よかったらお願いします。お願いします。さあ、そしてこれか、はい、はい、こちらヤマトカブト、国産カブトね。すげー。いわゆる日本のカブトムシの赤目プラス赤いフォルムの子。おー、赤ボディ。すげー、真っ赤っかじゃん。そう、真っ赤っかのオスメスペアで、まあ、最近羽化掘り出し、まあちょっとね動画の時系列でどうなるかわかんないですけど、まあ、最近イズイとね羽化掘り出しした子、はいはいはい、になるんで、ね、うん、まあまだオスはまだ餌食べ始めてないかな。うん、そう、でもメスも食べ始めて間もないって感じだから、
まあ、時期にオスも動き出して活発になると思うんで、はい、これもオスメスペアが、5ペアぐらいいるけど、オスタン、オスタンも何点かいるんで、ああいいです、ね、そうだから、まあ、繁殖させる予定ない方でも、うん、購入できるように、まあ、もう夏が始まったって感じかな。いいこれ普通に欲しいですもん。そうこれかっこいいよね、うん、そうだから、まあ、今年ねそんなに数取れなかったからあれなんだけど、まあ、また来年もたくさん羽化できたらいいなと思ってる種類ではあるから、はい、うん、これもよかったら検討してみてください。はい、まあ、そしてあともうちょい結構あるの。あ、じゃあそう種類でいうと結構いる、うん、はい、こちらまた戻って、うん、こちら日本のツシマヒラタ、ツシマヒラタ、そう長崎のヒラタクワガタで、ちょっと形状がパラワンに近いような形状になる子。おそう、顎がシュッと伸びてスマートな感じのヒラタ、うん、これ69ミリ、まあだからそんなに大きい子ではないんだけど、うんうん、すごいかっこいい子と、まあちっちゃい子もいるから、それでまあ値段も1000円から4000円ぐらいって感じになるんで、はい、うん、まあサイズ感見ながらかっこいい子選んで購入してもらえたら嬉しいですね。はーい、はい、さあそして残りもう数点、はい、はい、こちらグラント白カブト、はい、もうオスもメスも餌食べ始めてるね。おお、うん、これはだいぶ白くなったんですか。そうこれだいぶ白くなるけど、今は水分が湿度が高いからちょっと黒くなってるけど、うんうん、もうオスもメスも餌食べ始めてるんでブリードもすぐできるかなっていう子になるかな。そう、もうメスは潜っちゃってるけど、そうこれ70後半って感じ、70ミリ後半、まあ、白いヘラクレス確かと言われる子、おいになるんで、これが2ペアかな、はい、70ミリ後半の子が2ペアって感じです、うん、さあそして、ラスト、はい、ラストがこちらヘラクレス、ヘラクレス、ヘラクレスの赤目ですね、はい、あ赤目、赤目の子見えるかな、あー見えますね。そうの150ミリ台の立派な子、まあ3ペアいる、130ミリか150ミリ台の子がいる、はい、そうもうやっぱヘラクレスもちょくちょく浮かしだしてきてるんで、うん、定期的に出せるようになったんで、前に比べたらすごいお手軽価格にはなったかな、うん、とは思うんで、まあまだ餌食べ始めてないからあれだけど、うん、まあ、オスメスペアで、赤目が3点で、黒目の子が3点かな、お合計6ペアぐらい持っていけるんで、はい、ちょっと見比べて選んでみてほしいですね、うんうん、で、一応黒目の方も、はい、153ミリの方、はい、これもすごい綺麗な、これも綺麗な方、本当だ、ちょっと伸びて、うん、スッと伸びてる子だね、うん、うん、角もスラッとしてるタイプ、うん、太さっていうよりは、はいはい、って感じの子になるんで、まだ休眠中の子にはなるんだけど、そうこれもだからオスメスペア、まあ150、140から150ミリの子って感じかな、うん、これで以上になります。はい、はい、だから点数、種類の数でいうと15種類ぐらいいるのかな、もしかしたら。そんぐらいいたのかな。そう、まあオスタン、ちょっと今日紹介してない子もいるんで、うん、あれですけど、はい、で一応、まあ、元気に過ごして固まってきだした、その羽がちょっと開いちゃってる子とか、うん、そういう子もブリード問題なさそうな子っていうのを出させてもらったりとかもしてるんで、うん、そこの子とかは特に特化の子とかもいたりするんで、はい、うん、まあ、ランバージャック遊びに来れる方は遊びに来てください。はい、はい、一応、まあ、武蔵小金井と東小金井かの間ぐらいにある、うん、まあ、東京の昆虫ショップで、はい、駐車場も7台ぐらいあるんで、はい、すごい車で来やすい場所なんで、ね、近くにすき家もあるんで、はい、あ、近くにすき家もあるね、はい、あそこは美味しいんで、あそこ美味しいね、あそこのすき家が一番美味しいから、ね、すき家ランバージャック店って呼んでんだけど、いやいやいや最寄りみたいなそう休憩とか合間でね、うんうん、食うのにおすすめのスポット、はい、うん、なんで、まあ、ランバージャックよかったら検索してみてください、はい、はい、ということでここからちょっとランバージャック行きましょうか。はい、はい、1ヶ月ぶりになるかな多分、お、うん、久しぶりになるんで、うん、まあ、店長の様子も見つつ、うん、店内ももしかして結構変わってるかもしれないからね、あったかくなった季節になって、確かに、そうだからまあ店内動画もこの動画より後にまた上げると思うんで、そこでまあじっくり見ていこうかなと思うんで、まあ、気になった方はその動画も楽しみにしてたら上がるかもしれないですあ、上がらない場合ある、そう楽しみにしてくださいじゃあ大抵上がるけどね、うん、じゃあ、うん、まあ楽しみにしててください、はい、はい、ということでじゃあランバージャック行きましょう、はい、はい、
ランバージャックまで。お溶き卵。うわ溶いてる。目入れ。うわなんでだよ。それは目薬ではないぞ。はい、あれから、数時間ほど卵を目にかけさせてもらったんですけども、いやー変だね、はい、まあ、無事に着きまして、はいはい、ランバージャック店長さんでございます。はい、すいません、今日もお願いします。お願いします。ちょっと1ヶ月ぶりぐらいになりますかね、うん、そうですね、ちょうど、ね、はい、24日だから。そう、それこそ前回動画で撮らせてもらった5月5日、うん、子どもの日のやつ、うん、合言葉言ったら、はいはいはい、無料でヘラクレスがっていうやつ、うん、もうすべてやってくださって、ありがとうございます。すごい大盛況だったみたいで、うん、朝来たらね、はいはい、50人ぐらいなんですか。50人ぐらい、めちゃくちゃ笑ってるやん。ちょっと暑い中ね、いや確かに皆さん待ってくださってありがとうございます。そこも対応してくださったんで、店長さんありがとうございます。本当にすごいな。そうだから多分1ヶ月ぶりぐらいになるから、はい、そう、まああっちも気になるところだけど、うん、今日ちょっと委託また、はい、持ってこさせてもらったんで、ちょっとじゃあ並べさせてもらいます。わかりました。まずこっちが、はい、そう、ここで、まあ、上でレンタルスペース、これねレンタル棚を借りてる人が委託出せるんだけど、はい、これオスタンです。で、これペアのメス。全部こっちはペアの。はい、はい、で、こっからバンバン並べていくから。はい、バンバン並べます。前はね、はい、生態を、うん、店長に分かりやすく、うん、こうまとめたりしたんだけど、はい、それだともう俺が追いつかないから、なるほど、ちょっともうランダムで置いていくことにした。なるほど。今店長を、はい、あっちのオスタンの、うん、カブトムシに、はい、おびきをしてた。あ、もう来ちゃった。なんて言いました。いや、オスタンを先に渡して、はい、店長をそっちの作業に行ってもらってる間に全部並べようと思ったんだけど、うん、ああなるほど、ほぼ並べらんなかった。もう手が回ってない。そう、店長がめっちゃ早いから、うん、ここでなんか記入してもらうって感じです、値段と、うん、はいはい、顔これを記入するの大変ですね。いや相当大変だよ、数は。でここでずらっと並べてサムネを撮るから、はい、じゃあできるだけ店長に崩してもらって。なんでだよ。仲間でしょ、こっちの民でしょ。こっちの民、クワカブの部屋民だから。あ、住民だったんだ。おお。まだあります。あ、やっぱ並ぶとすげえな、やっぱすごい数だよ。うん、これ今月先月あたりでこんなに浮かしてたんだっていう。うん、確かに。改めて見るとね、これ以上ってことなんだね。うん、これだったら、僕ぷよぷよだったらそこに細い棒入れるもん。ここでしょ。そこテトリスでも入れちゃうよな。うん、あ、そうだ、テトリスだ、細い棒やめてくださいよ。全然覚えてないから。ラインバブルだったらあそこに当てるの。え？ラインバブルだったらあそこに当てるの。あ、俺の分かんない世界だ。あ、ラインバブルやってない。全然やってない。つむつむならちょっと知ってる。ああ、僕が唯一やってたのラインバブルとつむつむです。いや珍しいな、超いいあれだけど、その超王道じゃない。超王道。ラインバブルとつむつむ。パズドラとかはやってないから。俺パズドラとモンストだったから。ああ超王道じゃないですか。そう、大課金して。大課金したんですか。うん、そうで、道路にスマホ落としちゃって。え、マジですか。そう、で、車に引かれて終わった。お、本当ですか。そう、本当に最悪。逆漫画みたいな。スマホごと終わったから。やばっ。これで並べ終わりました。うわ、並んでるわ。今多分、店長が形を整えてくれてる。ああ、なるほど。割と少ないですね。これで少ないだからね。うん、そう、まあでも先々月あたりまでがすごいピークでたくさん浮かしてきたんですけど、うん、今ちょうど浮かしてきてる子が少ない時期。ああ、そうなんだ。うん、にはなるんだけど、こう見たらすごいいたな。うんうん、これで今こう記入してもらってるって状態。はいはい、うん、ちょっと一旦
これちなみに僕のサインもまた持ってきたんで、はい、あのクリアスライダーのそうセパレートそうこれがうちにある限りは、うん、まあ書いとこうかなとは思うから、まあ、購入がてら気にかけてもらったら嬉しいです。これは言えばいただけるんですか、うん、あこれはもう店長次第あ、うん、もう渡してこなかったら渡さない。そう、もう任してる。その条件を購入された方、ナンバージャックの商品を購入された方なのか、僕の委託購入された方なのか、普通に言ってくれたらなのかは、うん、もう任してる。あ、そうなんですか。そうそうそう、とりあえず渡してる。仏をって言えば、そう例のあれを路地裏とかで聞いてみてください。いやいや、ナンバージャックでいいな。もう一応置いとこうかな。はい。で、今書いてもらってる間にちょっと委託見に行ってみましょうか。あ、行きましょうか。ちょっと珍しくこっちからになっちゃったけど、はい、こちらです。はい、はい、完売です。あるでもね、マジでめちゃくちゃ減ってる。ああ、その下まであったってこと。下まであった。ああ、じゃあめちゃくちゃ減ってるじゃないですか。1ヶ月でこっから終わって、すごい。なんなら後ろの方まであったから、うん、後ろももういないし、虹色ももうこんなに減っちゃった。あ、こっちに虹色ね、うん、ここテトリスやったら僕入れてるわそう、でもそしたら全部消えちゃうから。はい、だから悲しいって確かに。そう、まあだから今まで羽化してきた子たち、はい、の虹色、今もう紫だけなのか。だからちょうどよかったね、赤色とか。あ、そうですね、今日持ってくることができて、ね、うん、で、今オークワが多いね。国産オークワ系、グランデスだったり、はいはい、オークワ、うん、で、クロブスターも1ペアだけいるっていう状態で、クロブスターヘラクレスがめっちゃいなくなったかな。あ、今、うん、そこにいる子たちだけですか。ワンペアだけ、だから持ってこれてよかったよ。おお。そう、だから確かにね、今までで言うと、ここ最近だと一番少なくなっちゃってるかも。おお、すげえ。いや、ほんとありがとう。ありがとうございます。そう、だから、まあ今日持ってきた子は、またこの動画が上がった次の日とかに、うん、ランバーに出してもらうんで、うん、まあ気になった、今日紹介してて気になった生態とか、ここの、まあちょっと今文字でしか見えてないけど、うん、ここで気になったやつとかいたら、あの遊びに来てみてください。はい、いや次の日来てくれる人いるんですかね。動画見てくれているらしい。あ、そうなんですか。そう、ありがたい話。あ、いいですね。じゃあ僕らも動画出しがいがいや、そうね、ありますね。そう、やっぱこれでこの動画出した次の日がやっぱ一番多いって。うん、すげえ。そう、だからもう毎日出そうかなとも思うぐらい。いやいや、僕ら困るわそうね、申し訳ないけど、またかってなっちゃう確かに、俺もそうなっちゃうそう、だから今はオークワが多い時期になってるかな。うん、じゃあちょっとあっち戻ってみようか。はい、いや、OK です。おお、ちょうど終わりました。すげえ、ありがとうございます。タイミングバッチし。店長さん、こちらもまた、あ、これ欠かせない、ランバージャックに欠かせないものを欠かせないものをお預かりいたします。結構まだあったりするんですか。あ、ちなみに今もうどれぐらいになってますか。だいぶね、でもだいぶ減ってるわ。結構書いて持ってきたんだけど。へー、前回多分こんからだったよね。そうですね、本当に。あ、じゃあだいぶ減ってるわ。飛び箱みたいになってたからいえいえ、言い過ぎだなあ、でもまあ今まだ十分にあるんで、はい、はい、まあ気になった方はうん、ちょっと聞いてみてください。はい、じゃあまたこれは、動画上げた次の日に。あ、はい、お願いします。戻すんですね。そう、これを一旦戻す、はい、で、ナンバーの店員さんにまた、うん、この動画上がった次の日に出してもらうって感じになる、はいはい、あそこに並ばれるんや。そうそうそう、なんかその直後も見てみたいですよ。いや、そうなんだよな。だから、そう、まあ、タイミングにもよるけど、うん、この動画を上げた次の日にこっそりこう見に行ってみるみたいなのも、はい、動画撮れるんだったら撮りたいよね。っていうのはあるけど。何時からでしょうか。あれ、今ランバーって何時からですか。11時です。11時か。11時か。え、いつ行こうとしてるまあ、あの朝早かったら苦手ですけど。ああ、確かにちょうどいいんだよね。ちょうどいい。11時。そのめちゃくちゃ早起きする必要もないっていう。うん、全然見れる。そう、だから本当はね、ゴールデンウィークのその子供の日のやつ、うん、はいはい、タイミング合えばね、うん、行きたかったんだけどね。うん、まあ気になりますよね、うん、行く末を。そうね、それこそあの八丸さんが前やったみたいに、あの即売会みたいなランバーで。あ、八丸さん、そのことやって前やってましたよね。うん、やってますね。そう、あれみたいなのもいつかやりたいとは思ってるんだけど。はい、すごい来ちゃってない。本当ですか
来ちゃって大変だって。まあまあいいっすけど、来なかった時が怖いからやめとくか。ひよっちゃった。まあでもその時はまた、うん、多分告知とかさせてもらうと思う。そうっすね。プラス、まあ、店長さんとかにも相談させてもらうと思う。はい。社長さんだって予想でもやってるしな。あー、たまにやってるんですね。八丸さんが、その、テントに並ぶじゃねえ。八丸さんそんな、その在庫ないからね、八丸さんに。そうじゃない、そうじゃない。一点のみだから。八丸さんが、スタッフみたいな、うん、スタッフさんみたいな感じになるってことですか。販売されてる時ってどこでやるんですか。2階ですか。そうですね、八丸さんの場合は、まあ、あのどちらかというと、まあ、2階の商品に近いから。そうか、生態が、生態的に2階だから。2階に八幡さんがいて、自分のって感じじゃない、感じ、うん、あなるほど、テーブルのところで、ああ、はいはい、そうか、ちょっと仮設ブースみたいな感じで、うん、あそういうこと、確かに、それ多分動画で撮ってんじゃないかな、前上がってたりするかもしれない、はい、じゃこれはまた後日、ちょっと、うん、すみません、よろしくお願いします、お願いします。まあ改めてですけど、ランバージャックのツイッターとか概要欄に載せとくんで、うん、はい、まあ、今日の生態見て気になった方とかは、うん、あのランバージャックのツイッターからそのアクセス方法とか、うん、詳細ツイッターの方に載ってると思うんで、はい、そちらの方に飛んでみてください、はいはい、そうカブトムシも、日本のカブトムシも、はい、あ大丈夫そうですか、ちょうどいいんじゃないですか、時期的にも、あー、よかった、まだ天然物はそんなに出まんないんで、はい、あー、そうですね、うん、多分もうちょいですもん、野生の個体も、うん、おー、よかったです。だからちょっと夏先取りの子もいるんで、うん、じゃあ店長さん引き続きお願いします。はい、よろしくお願いします。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。